僕らの国会皆さんこんにちは皆さんこんにちは今日は裏声にはならなかったけどやや高めの声で <laughs> <laughs> いつもその第一声の解説が入りますよね <laughs>、はい、自己解説本日2月25日に収録を行っています、はい、で今回最初のテーマは皆さんこのご関心が高いと思います土地法制についてはいお伝えしていきたいと思いますはい ずいぶん国会開会中ってこともあっていろんな部会開かれてるんですけどちょっとこの動画では珍しい部会になると思いますが内閣第一部会実は内閣部会ってのはあんまりにもあの扱い扱わなきゃいけないことが多いので第一と第二に分かれてるんですよね。それでこの最終的には内,一いや内,一だって内閣第一部会の <laughs>、はいえー ここに書いてます通り法案審査、これは部会の一番大事な機能で、はい、いつも申してます通りいかなる法案も部会の審査を通らないと、えー、その上,に上の総務会に挙げることもできないので国会に全く出せないと、うん、それでだからこう部会で扱ってるんですけどその前に安全保障と土地法制に関する特命委員会っていうのは、はい、これはあの党の正式機関の1つですけども 安全保障と土地法制っていうのはつまりその中国や韓国の僕らは国土の侵食って言ってますけど土地を買い合わせることによって日本の安全保障が脅かされているという問題意識で特命委員会一つのテーマに絞って委員会をずっとやってきたんですよねそれで一時期はもうだめだっていう説もありました特に公明党の抵抗が強くて。はい なんで自由民主党の会議なのに公明党が関係あるんだと思われる方も多いと思いますけれども今申し,た申しました通り最終的に法案審査ということはですねあの自己の連立政権なのでその是非はともかくとして現実に、えー、自故の連立政権本来は憲法改正のために、えー、公明党のお数も合わせるってことだったんですけれどもこの頃はまあ あの選挙が公明党頼みっていうね、はい、特に衆議院ですけど、そういう傾向が強くなってて、党内でも実は、まあ、公明党の方もそうだと思いますけど、いろいろ議論があります、でも今,今現在、連立政権なんで、その自公の法案審査をおそれぞれの党内で通らないといけないんですよね、うん、それでこの特命委員会、特命委員会って今言ったとおり、党の正式機関がありますが、その前に、いろんな議員どうしの自然な議論もあるわけですよね。はい それで僕は議員になって今ちょうど4年半ぐらいですけれども飲みに行って議論するっていうのがほとんどないよね。でましてや料亭で議論って全くないよねでも本来はその「料亭だなんだ」っていうのもこの人に聞かれない見られないでそれ特にお店の話の内容お店から話の内容が漏れないということが一つの機能だったんだけどそういう機能を逆に生かして。 不拉致なことをするその高額な飲み食いはもちろんのことそれから会うべきじゃない人とこっそり会ってたりっていうのがこんな大きく見えちゃってるからあのまあ非常に歪んだ状態になってるわけですけどもともとは議論議員同士で自由に議論してでそこからまあ特命委員会を作ろうになってで党の正式決定を得てその交渉は随分時間かかるわけですけど委員会を作って。 そこで法案の根っこをこう決めていってそれでこれでもう大丈夫ってなったら部会にあげてでそこでまた部会の平場つまり僕は例えば内閣第一部会の役員してません僕は役員してるのは経済産業部会ですよねその平場での議論をやってやってでいつまでも続けられないから最終的にはその役員特に部会長に一任してこれはあの もうもう,もう何でもお任せって意味じゃないんですね。これも誤解している評論家学者の方ははっきり言って多いんですけど、これは僕試験者のご意見とあの区別して申し上げているんで、あのそこは理解していただきたい。えー、これで余、OK、計に学者評論家からは憎まれるわけですけれども、全然構いません。それで話を元に戻すと、その、うん、こうやって時間を かけていってっ最終的に国会で法律にしないと中国や韓国の動きも止まらないので法治国家なんで勝手なことできないので全部法律に基づいてありますから、あのーえー、部会でで審査という段階に至るわけですだからこの間の木曜日の合同会議というのはやっぱ決定的場面なんですよね、うん、それで,です、ね、あの非常に大きな変化があったわけです。さっき、はい うん、話にちょっと戻ると、はい、もうダメかなっていう時があってダメかなっていうのはこの,この法案自体がもう出ないと、はいうん、それでそれをまあ新藤義孝さんって、まあ、僕と養父の,のつながりでねあのご存知の通り新藤義孝さんは、えー、栗林中将の直系のお孫さんでいらっしゃいますから長いご縁であの。 まあ僕自身も議論に当然あのまあどっぷり使ってっていうか中でぐるぐるやってるわけだけどうんここに新藤さん行った方がいいんですけど要するにあのたくさん疑問の声も僕に寄せられたりしたわけつまり新藤さんが壁になっちゃってるんじゃないかと新藤さんは新藤さんであの見えないところで公明党との苦しい協議をしてるわけですよねなさってるわけですよそれで結局もうこれ新藤委員会って言ってたんです特命委員会のこと。 だからどれぐらい神藤さんもいろんなことやられてるけどもどれぐらいまああの粉骨再心やられたかってことだけどで法案がダメになっちゃうそうだからもうその調べるだけそれで僕は前あの長野県のある市と連携をして中国が日本のお企業にまあ化けてあの水源地を買おうとしてるそれなんとか食い止めたいで一生懸命 市長とも連携してゃったけど、結局届出するっていうことだけしかできない。で、逆に僕は中国の工作機関だったら、じゃあ届け出すりゃいいんだと、まあ、なんて楽な国かと思いますよね。はい、で、一方の中国は全部国有地なんで。あの、日中が相互にっていう相互主義は、そもそもないと。そうですね。うん。それで、その、調べましょうっていうのは、結局調べましょうだと。届け出だけでいいと、届けりゃいいっていうことと変わらないので。はい もう行き詰まってたわけですよね。はいはい、それで、うまあ、まもる会の中心メンバーでも、その新藤さんとぶつかったり。で、まもる会の中心メンバーでも知らないことがあって、僕は新藤さんと二人で話したりして。まあ、あの、苦しみ抜いたんですよね。それが。一気に前進したんですよ。はい、で、これ一気に前進したっていうのを。 まあちょっと乱暴な言い方をするとやっぱり中国の誤間違いなんでですすよよミスね、うん、何かというと海警法というものを出してきて、はい、中国はここを俺が管轄するって言ったら、まあ、そこに来る日本の漁船漁管の方々の船も海上保安庁の船も銃撃できるっていうね <laughs> もう冗談にもならないようなものを、まあ、2月1日から施行してるんですけどその。 施功は2月1日だけどその前に動きがありますからあの、まあ、それぞれのルートも使って僕のルートも使って中国の動きを指してたからそれはやっぱり雰囲気変えたんですよね。それであの僕の質問とかこの議論の中身を紹介する前にですねやっぱこの法案の中身をあのこれからあの、まあ、簡潔にかつ分かりやすく説明しますけれども、はい、ただしですねこれがあの生まれた この法案が生まれた要因はまさしく中国がそのやりすぎたからであり、やりすぎているからであり、現在進行形。同時に公明党の遠山さんっていうね、あの非常に我々の考え方と近い幹事長代理がいらしたことも多かったんですよ。その遠山さんがその議員をボヤメになってしまって、あの自らの問題で、それで、えー。 もうオールドメディアにもちょっと出ちゃったけど公明党の中で早速揺り戻しが起きてるんだよね。でこれはあの国会にはさすがに出ると思うんだけど、はい、果たしてその原案通り成立できるかとそれでだから僕はこの今中身説明しますけどその前にこの部会で原案通り通すということを、はい、この自由民主党がまず結束して。 でそれぞれのルートで公明党とも水面下で議論を重ねての原案通り成立するようにしましょうということをですね、まあ、一平場の議員に過ぎないけど呼びかけてそれ以非常にうなずいている方も多かったんですよ。それだけ懸念があるってことこですで一言だけ言うとこのことってだから各法政府提出の法案と議員立法それぞれの役割があってそれぞれの役割を理解して。 現実を動かかかすすこととががいいにに大事かという話にもつながるんですよ、ね、あの僕の一つの役割は国会議事堂ってオープンなはずがほとんど主権者に見えてなかったってことがあるんでブログとこの動画を活用して両方のも公開情報ですから皆さんにそれを理解してもらおうとしてそして後の人に渡したいんですよね。それでこれが議員立法だったらですねあ到底これはできないですよ。 で日本の政党で主要政党で今公然と中国に味方してるとかなくなったよねこれも中国のやりすぎす、ねはい、共産党も批判をしてますから、ね、日本共産党が一番むしろをを使ってて中国批判をしてるよね、はい、それでだから議員立法を成立するんじゃないかと思う人もいるでしょうがそんな名前優しい問題じゃなくて、はい、中国の工作活動はもっぱら自由民主党に重点を置いててだから汚職事件も起きるわけだけども。 しかし、同時に、それは、あの、野党にも徹底的に、もともと、あの、パイプがあるわけだから。あの、やってますからね。それから、もともと世界観が全然違うんで。もう、世界の見方が全く違うんですよね。だから、これを議員立法って不可能です。はい。だから、一致しない。しないです。だから、これは、あの、事故、で、中でも、まあ、あの、進藤さんのように。 クリバシ中傷の合意書もついで、本当は頑張っている人がこうなんとか公明党と妥協点を見つけてできた。だから不満な点もあるんですよ。あるけどもこれを成立させることが大事で、だからこれは確保の意味なんですよ。はい、両方なきゃいけない。はい、さあそれでですね、あの法案の中身ですけど、はい、まずこのメンバーを見ていただくとね、はい、新藤義孝の名前はないんですよ。そう、本当ですね。それで僕はここのあの朝行ってですね、あの 朝8時からですから僕はだいぶ前に行ってそ,こその場にいた人に「あ時間になっても新藤さん来ない」はい。で隣山田健二さんだったと思うけど衆議院の山田健二さんね守る会幹事の「はい、あれ新藤さんいないじゃん」って言ったら「そうなんですよ」委のトップが道先生ですよ、ね、うん、だから新藤委員会って言ってるんだから、はいはい、なんでいらっしゃらなかった れ、知らないあ,あ,あの<う>感染されたんですね、<laughs> 新型コロナウイルスに、はい、感染された、うん、まあ、進藤さん、無念じゃないかと思いつつ、うん、僕は、ね、いや、でも今までの話で分かっていただいたと思うんですけど、これから先も、さんが超えていかなきゃいけないわけ、成立するまでに。はい、で、成立したらしたで、5年後の見直し規定があるわけ、はい、あ、そうなんで、すねで、5年後に交代するんじゃ話になんない。 だから5年後によき見直しもしなきゃいけないから、新藤さんは今後もあの重大な役割を果たしてくださると思いますが、あえてちょっとこの話を詳しくしたのは、やっぱりあの僕はまだ新参者ですからね、その外からはいろいろやってましたよ、民間の専門家として。でも議員になった4年半ですから、その先人の苦労がたくさんあると、それは新藤さんだけじゃなくて、佐藤正久さんであったりね。 あのまあ、若手の小林隆之さんなんかもそうだし、部会長の富岡さんもそうだし、でここにな名前出てないけど、高市早苗前部総務大臣も非常に努力されたわけですよ、それぞれ考えが違うのにここまでやってきた、そして平仮名いるけど、我らが山田裕守る会幹事長も、本当に奮発最初にやってこられたんですよね、はい、そういうことをちょっと理解してほしかったです、僕の議員活動だけ理解してもらうんじゃなくて、あの国会議員ってもうあの、イメージ最低最悪ですからね、今。 あの銀座のコラボと高級ラウンジしか行ってないっていうイメージだろから <laughs> そういうところに行ってあのフラッチなことをしてた人にも事実ですよはいはまた親中派の人に慎重な人がいたりするんだよねちょっと個人名は一応置いとくけど、はい、あの「武漢熱の対策本部でこれは風邪と同じなんだよ」って「何騒いでんだよ」って僕が発言してたらここ,で,こ,こでやじるわけ、はい、は僕が見たらね 見たらっふみ返せはいいのに国会議員ですよ <laughs> そうですね無関節っていうと笑うっていう話もありましたもんねうんそれで僕は振り,り向いて口開こうとしたらもうすでにこうみんなうつむいてるわけですよ笑った人は <laughs>、はい、それででもその,あの要するに高級ラウンジであの問題になった人がね離島されたけれども「あの風邪だ」と「風邪と同じだから騒ぐなと」とず、うん、っと言ってらしたんですようんそうですか それで今、軽症者に後遺症が多いって深刻な問題も出てきてこれ、今までの感染症で絶対なかったですけどねそれで途中からまあやっぱ切り替えてねあの風邪と同じって言わなくなったけどそれでも要するに騒ぎすぎるなともう本当にあの中国と仲いいよねとで実はあの日本の観光会社を通じてだけど中国から本当は100万円少なくとも100万円もらってたわけですよね。立憲されなかった うん、で立件されなかったら自ら高級ラウンジ問題でこうなったわけだけどそのこれも話がそれたわけじゃなくて絶対中国はこの原案通り通さないように例えばあえて言うとこういう核応なんていうのは政府が決めちゃってんだから議員立法でやらないとって話もですね中国の工作の影がはっきり。 これみんななじゃないですよいくら何でも学者の方々や世論家の方々でそうじゃない人の方が多いと信じていますけれどはっきり要するに僕は中国側の動き知ってるから分かる時あるんだよねだからまあ今後この法案の運命が大事なんですが、えっと、分かりやすくこういう大きな一枚紙にあのこれは政府側がまとめてきました、はい、で一応名前はですね重要土地と調査法案になってて、はい このパッと見た時はあやっぱ直射止まりかというねそうですねさああのこの中国韓国などによる国土の侵食を食い止めて侵食された国土を回復するっていうのが「守る会」の三本柱の一つなんでこれパッと見た時はね、うん、この部会の前に実は水面下で見てましたがパッと見た時に「守る会」として「血縁」として「 行動しななきゃいけないけ場面が早くも来るのかなと思ったぐら、いだった、はい、ところがです、ね、これ、略称はこうなってるけど、正式名称は、これも例によって日本の法律の名称って、いや、海外でも結構長いです、法律の名称ってね、はい、その正式名称を見るとです、ね、重要施設周辺、および国境離島等における土地等の利用状況の調査、および利用の規制等に関する法律案。 規制がちゃんと入ってますね。その通りで、はい、なおかつ国境とあの鉛蓄がある正式名称でね。はい。はい、一つはこの重要施設って何なのかっていうのはまあ誰でも想像つく例えば、はい、あのジェイの基地であったりですよね。ねすぐわかりますよね。それあとでこんなかなるんで説明しますがそこに周辺ってついたわけ。はい。だから。 基地そのものだけじゃなくて周りをちゃんと抑えるってことだねってまずここに岸地があって、うん、次におお国境離島が入ったかと。はい、でこれは我があの公設政策秘書太志君は五島、はいえー、列島の出身ですからここまではいいと思いますがあのー、まあ彼にとって大事なあの点だからね。が国境離島って そ,そんな離島かなと思うんだけど、うん、僕ら家族はわざわざそこを夕日見に行ったからね延々と、えー。すごいおしゃれなことをします、ね、おしゃれかな子どもたちの教育のためにも、はい「夕日って世界で見ると変わるんだよ」と「お前らも世界に出ろよ」ということで言ったんだけど離島っていうほどかなと思うんだけどいずれにしても五島列島からほど近い無人島を中国は買収にかかっていたり。うんはい それからもう大量の漁船団でその長崎の,あの西側の漁港がうずめ尽くされたりということがあったんでこれが非常に大きな問題なんですがここちゃんと入ったわけですよね、はい。それでこの利用状況の調査の後に今三浦署が言った通り規制があってその利用の規制この岸畜というのは買うこと自体は止められないわけだよ。うんそれはですね 要するに WTO という、はい、あの国際機関の取り決めでチャイナはもう国際ルールなんか全部無視じゃん、ねはい、南シナ海でとっくにもう司法国際司法の判断が出てるのに、ね、紙くつだって言ってるわけだちなみにはもうこれ言うと胸に刺さるのは僕、夕べちょっと眠れなかったんだけど,あのど眠る時間短いからぐわっと寝るんだけどさ。 あんまりにも無残で眠れなかったのはここに届い,いっぱい本をいただくんですよね多すぎるんだけどその中にウイグル人の虐殺あるいはウイグル人女性に対するあの強姦や凌辱っていうのを漫画に証言をもとに漫画にしたやつ届いたでしょ、はい、昨日あんな忙しい中どうしても気になってちらちら読んで、はい、あんまりにも無残でもうどうしても許せなくてですね チュベット南モンゴルでも、うん、あるいは香港でも違う形で起きてることではあると思われるけどもなぜウイグルがそうかというと戦いが強いからだしちょっと一瞬だけ「あのそろえてごめんなさいね」でも全部つながってるってことを理解してほしいんですがたまたまね、はい、あゆうべ海外とやり取りしてて BBC の BBC が最近ウイグルの。うんうん 集だから BBC 本当に戦うよね、うん、日本の自称公共放送と全然違って本当の意味の公共放送だよね,いね、はい、でその BBC は僕は福島第一原発にあの作業員以外で初めて入って BBC は非常に評価してくれててで、まあまあ、ルートがあるんですけどちょっとそこで連絡取っててねあの BBC がまた新しい報道を やってるわけですよ、はいうん、特に女性の,その性的虐待がどれほど組織的にかつ恣、はい、意的にその中国人の警察官が好みの女性とかきれいな女性とかを選んであの連れ出して収容所内で連れ出して強姦してるっていうのを、まあ、英国の BB BBC がですよ、はいね、あのネットのどっかに書いてあったんじゃなくてねそれやってるわけですよね。はい であのそのことでいうともう国際的なあ枠組みとかみんなで苦労して作ってきたそのたくさんの戦争を経てようやく作った国際法とか全部無視してる中国はだから WTO も無視してるわけで、はい、WTO 支配しようとしてるのに w HHHH o だけ、H Health、の方じゃだけじゃなくて Trade、はい、の方も健康だけじゃなくて貿易まで支配しようとしてるのにルールは無視するんだけど。はい 日本はそれと同じことをやったらそれはもう終わりです、日本は、うん、だ逆に徹底的にやっぱり WTO のルールとか守らなきゃいけないから、はい、外国人だから土地買えないっていうことは WTO のルールに反するからどうしてもできないと、うんはい、だから調査だけで終わるんじゃないかって心配してたら、はい、じゃあ利用に規制をかけて、うん、しかも最初に言っておくと利用に規制をかけてそこで揉めるとですね、はい、国が買い取ると。これ これ、うん、あえて言うと僕はこれ新党、はい、さんの隠し玉だと思うな買い取れるんですか党内でも言わないようにしてたと思うこれ<ー>だから感染なさって今大変だと思いますけど今の状況ちょっと分かんないけどそれはこの委員会にいない方が良かったかもしれないあえてあえてこれ隠し玉だよそうですね、はい、だからそのなんだその買収が入ってないじゃないかというそれはねまたあの、うん あのいろんな批判は出るでしょうが、はい、でもこれは利用の規制でしかも国の買い取る制度を、うん、ここに課題はありますけど後で言いますがだから長いけども普段長いのはただの利害調整であっちにもいい顔こっちにもいい顔で長くなんだけど法案の名前って、はい、これはすごく意味があって、うんっって言ったのももままだでできなないいととこころもありすすようそれでえ大事なところを見るとですねこれまずその 対区域を決めるわけですよ、はい、で中止区域と特別中止区域って分けてで中止区域あの国が日本国がずっと見てますよっていうのが、まあ、まず重要施設でそれは当然さっき言った防衛関係施設っていうのは、えー、自衛隊の基地を中心にしてそれから海上保安庁の特にその領海を守るような関連の施設ですね、えー、だから当然あの石垣島に新しく作られてる 大型純船の岸壁などはそうなるわけですけどおよび十四インフラ政令で指定するってあって、はい、これがですねこの米印2を見てもらうと、はい、まず原発が入ってるわけです、はい、それから軍民両用空港っていうのはですね、うんえー、例えば三沢、うん、それから那覇もそうですけど、はい、三沢だと航空自衛隊と米空軍とそれからアナジャルをはじめとした民間航空機がみんな共用で使ってるわけですよだから前,前この動画ではまだ言ってないか。 あのぜひ武漢熱が静まっていったらですね静まりますからやがて三沢に行ってその空港ビルディングの,あの食堂であの海鮮ラーメン特においしいですから <laughs> おすすめの他もおいしいですけど <laughs> ちょうど滑走路が見えるようになっててそうするとあの米空軍の F16 の編隊がこの、うん、出て行って、まあれは朝鮮半島に行ってんだけど戻ってきたりあるいは電子偵察機が来たり我が。 あの航空自衛隊の F2、えー、僕は実際にあの戦技訓練に参加した F2 そのものですでそこにアナジャルも入っていくんだよねだからこうやってあのあのシャッターじゃないけどなんていうのか長い門扉が出たり引っ込んだりするわけだけど、はい、そういうところを否定しますよと、うんね、で今後国会審議の状況って書いてあるから、まあ、これがまた国会審議で重大なポイントになるけど <laughs>、はい、原発と 軍民っていうのはだから自衛隊だけじゃなくて米軍も入ってるっていう意味ですよね、はい、そういうところはやっぱり支出しないといけないですよ、うん、それからですねさっき言いましたけど十四インフラの周辺、はい、周辺って何なのかってここに書いてあっておおむね一キロの範囲内でしてって書いてある一、うん、キロなんですね僕はその今三浦氏がやっぱり鋭く反応した通り狭いと思う、うん、で後で、えー、これは質問しました、はい それからさらにあのさっき大事ですと言ったとおり国境離島や有人国境離島地域の離島について、えー、個別に指定するとでさらに特別中止区域っていうのは特にここはあの注意しますよっていうのがここにです、ね、その例えばあの防衛自衛隊関連でいうと司令部機能を有するところの中屯地域地ですね、はい、だから司令部ってことは例えばあの部隊に連絡を取るでしょ でその,その電波妨害をしたりする懸念があるんで、うんうん、そのことを言ってるわけですね、はい、でこれはあの口頭で、米軍についてもそうですと、それで、なんだその、アメリカの利便を図るのかっていうふうに思う人もいるかもしれないけど、違います、これは日米の強固な軍事同盟が、そのチャイナに日本か東シナ海をあの荒らされない、無大事な生命線なんです,ね,そうですね。はい これはもうあの世界で唯一と言っていいわけ、うん、南シナ海は前、まあ、言った通り、あり日本人の基地が日本人従業員の基地がないからアメリカ軍はどこでも展開してるけども,もう東シナ海日本海と比べるとガクッと落ちるからそれでも好きなように中国は人口と作ってる、うん、でも尖閣諸島に、まあ、嫌がらせみたいに入ってくるけれどもでこの先は北京五輪がもしあのボイコットされずに挙行されたらそのあとが大問題ですけれども。 でも今のところ、まあ、ああいう嫌がらせしかできないのは日米の軍事同盟が実に強固で,で実際の実力も非常に高いというか世界で一番高いからです僕の責任でああいうと僕は NATO よりも強いと思ってる、はい、日米っていうのは、はいはい、第二次世界大戦で最後まで戦った日米が一番強い。だからそれはどうしても守らななきゃいけないけで、はい だからこの特別中止区域の中に米軍がまあ口頭では強調されているいそれは僕は支持します。はい、それで、えー、具体的なところでまず調査ですけど、はい、この調査というのがその土地や建物のこれも僕、まれしてますけど土地だけじゃなくてそこに建っている建物も問題にするとこれも実は元地区はありますよね。でその所有権だけじゃなくて貸し借りでごまかしている場合があるから。はい 中にあの,あの変装こう国際用語だとのディスガイスっていいますけどその要するに仮面かぶるにディスガイスって本来は仮面かぶるって意味だけどごまかしていくんですよねそれも全部調べますよと、うん、それでここに国籍調査事項の中に国籍が入ってる<ー>でここは星シつけてるのはねなんと廃戦の日本では特に最近特にそうだけど国籍って言葉がだんだん タブななってるみたいな、えー、そうですか、うん、タブーになってるかつては祖国って言葉それどころか国益っって言たたらとれたんだよ <laughs>、はい、今だとちょっと考えられないです、ね、考えられないけど俺記者時代にあの国益とか国益のためにって記事に書いたら共同通信のデスクから今みたいに左傾化してない時の共同通信ですよ「はい、あいまちゃんこれ右翼用語だ」って言うからびっくりして「<laughs> いやデスク申し訳ないけどこれあの。 英語でっていうか国際用語でナショナルインテレストって,って、はい、当然言いますけどそれ右翼と思う人は世界にいないですよって言ったら「いやそうかでもこれきっと加盟者から苦情を送るから、はい、加盟者ってあの要するに地方紙だけど左から右までいっぱいいらっしゃるわけですよ。現地域によって違いますもんねで共同通信はなんと社説も配信してんだけどそれは分けて出してるわけ実は、はい、世界で唯一だけどでも記事は分けられないので、えー、そんなこと知ったら共同は潰れちゃうから。はい 手間ばっかりかかって、はい、と思うんで、いや、国益ってうのはちょっとかけないよな、はい、ね、それが今、普通になってますけど、はい、このこ,ろころ逆に国籍っていったら、タブー,ー国籍どこですか、人種差別だと、はあ、ね、だからよく入れてると思うんだよ、はい、絶対国会審議で、あのー、自称リベラル側から、国籍を問うのはいかがなものか。当たり前ですよね。 だから、いか僕と三浦ゃるとこの、ね、今、努力してくれてるスタッフはそうだけどそれから、だからここは国際基準ななんで、はい、間違いない <laughs> ここ一歩出たらその中国と逆の意味で国際基準から外れてるから、ね、過剰国際基準、はい、中国が国際基準無視だからよく入れてるんですよこれこれも原案通り守らないといけないです。 くどいけどこれ、議員立法だったらもう立つよこれ絶対入れてくれないよ、国籍って言葉、うんね、ナショナルティーっていう言葉が多分視される社会になってるわけだから、それからさらにその調,調査手法のところで,です、ね、これはあの政府が、あの政府の権限で行うわけですよねで、こういうのはとても大事なんですよ、有権って言ってです、ね、あの法律で定められた、あるいは憲法もちゃんと憲法にも乗っとった。 あの権限、まあえて言うと権力を持って調べますという意味で、はい、現地に実際に行きますよと、うん、それから登記簿や住民基本台帳のものもどんどん集めますよと、それだけじゃなくて、ですね個人情報の取り扱いに留意しながらも、関係行政機関の間での情報共有と、はいね、でこれはパッと分かりにくいでしょうが、これ、要は。 普通のこういうそのこの公募と言いますけど住,住民基本台帳の取り扱いを広げて国益のためにあの情報を共有しますよという意味でこれ,これも実は一歩進んでいるわけですよねさらにそしてですね、はい、実際にその所有者等からの報告聴取で罰則担保と書いてあるけど、はい、これどういう意味かというと聞き取り調査もしますよと。でそこで嘘を言ったら、あの 罰しますよと刑事罰に処しますってことを言ってるんで、はい、これもあのー、期待したよりはあのー、だいぶマシなんですよ。うん、そうですね。それで、あのここ全体にこの関税行政機関の時いろいろ言ってるけど、これ何を言ってるかというと、調べるのはインテリジェンスが調べるって言ってるわけ。はい。日本にはインテリジェンスが実はたくさんあるんですよね。はい、で、中心は内閣情報調査室ですが。 あのテレビや映画だと内調の係官があのピストルバンバン撃ったりしてるけどそんなことは全くなくて <laughs>、ね、あの拳銃持ってませんがあの内調が中心になってやるんでだから今までの例えばあの自治体とか国土交通省とかの範疇じゃなくてインンテリジェンスが調べますよとということを実はこう言ってそれでですねしかもその事前に届け出なきゃいけませんよと。 ね、いうことがあってでさらにここにですね矢印こっち向き調査結果踏まえてどういう規制するんですかとだからこれがさっき言いましたあの買うことは保有することじゃなくて使い方を規制するここは知恵なんですよね。うん、それであの一番真ん中のところですね機能を阻害する利用の中止の中と例えばあのさっき言いました自衛隊の基地の近くに、うん、まあ今通対まで韓国は実際に。 えー、自衛隊の施設の周りを囲むように、はい、もう何回行ったかな、えー、多分10回前後僕は行ってると思いますけれども、えー、ぐるっと囲ってるわけですけどその時にその韓国側がこれはその法律のだから運用の問題なんだけどいや何もしてませんよって魚釣ってるだけですよってあの魚釣るための施設みたいなものもあるんで。すかね えっと、地元の人に聞くとあの実際たまに行ってるみたいですね<ー>ほとんど人見ないっていうかそこなんとさ、はい、本当はあの統合艦隊の船だまりだったの、うん、へ日本海海戦に備えてわが連合艦隊の艦船が身を潜めてたところ、はい、そこあの釣りの拠点だと言って韓国の土地になっちゃってるわけ。 そういうところでや、韓国は何も邪魔してませんよって言っても、いや、やめなさいと、そこに船がいること自体問題だというのを運用しなきゃいけないんですよ。それで、それで言うことを聞かないと、命令すると、命令聞かなかったら、懲役刑ですここでも罰則があるんですね。罰則なんだけど、これは、今では罰金なんだけど、2年以下ではあるけど、懲役刑なんです、これは、この程度で喜ぶなと言われるなら、その通りでございますが。 敗戦後76年かかってようやくこれが出てきた栗、ね、林中条ももう本当に草場の陰であのまあ1ミリ前進したなとおっしゃってくださるんじゃないかと本当に思うんですよ。はいね。新藤さんの顔がこの辺の株は栗林中条と。それでですねじゃあその懲役がかかったりしてるけどもそういうふらちな利用をしてる気配があるとなると、はい、国が買い入れを。 求めるとこれが大きな課題でここに「所有者の濁費は任意」嫌だ」と言ったら変えないのかとこれは僕は当然質問するわけでその答えは後で申しますがこの法律の解説もう一個だけ言うとここにこういうね「その他」とか油断しない方がいいその他が結構重要ですよね特にその官僚機構はそれやるから米印が大事だしね。 でここに、あのー、施工してから5年で見直すあ先ほどおっしゃってましたねさあこれがその良き見直しになるためにしないと大問題だし、うん、一つは逆に5年は長い、うん、なんかこの1キロを範囲内で設定してるじゃないですかそれっていうのもなんか妨害電波とかそういうその技術的な距離でこういうふうにやってるのかなと考えたんですがそれがこう年月が経つとともに。 変化してくるから五年っていうのを設定しているのかなというふうに思ったんですが。うん、僕の今の説明は三浦社員今初めて聞いたんだけど。ね事前に勉強できなかったと思うけど。まあ鋭い指摘。ただ違うね。違うんですか。うん、はい。あの妨害電波なんて。あの今も一キロなんて別に目じゃないよ。ああ、そうなんですね。じゃあ、うん、この一キロは一体何なんでしょうか。 最小限度まさか5 0 0ルって言えないし <laughs> 3キロって言うとやっぱり要するに国会審議考えてるから <laughs>、ね、あとあと国会審議はちょっとこうもうくどいかもしれないけど議員立法じゃなくて閣法ですからいざとなったら民意が示ししたた多数でで審議を尽くした後にすするんですよ、はい、これが議員立法と大きな違いなんだけどただし公明党の動きがあるから3キロとか言ったら ままととらないとそれで最小限度で1キロにしてあるのが実態で <laughs>、はい、部会ではその説明はなかったけど僕は後であので部会の後に実はいろいろ接触してるからいやーあの考えたんですけどねやっぱり3キロぐらいにしたかったんですけどっていう話があったそれから念のためですけど法律そのものはまあこれだけあるわけですね。僕は丸したりしてるけど、はい、こういうのってねあの読まない人も多いけど。 これ読まないといけない。読まないと、読み込まないといけないです。ただこの法律を視聴者の人にこのまま全部読んでもらうかというと、これ本当にわかりにくいんですよね。ただしね、そうですねあのアメリカのアメリカイギリスあの僕は読める言葉で言うと英語ですけど、やっぱわかりにくい。ああ、どこもそうなんですね。いろんな関係法案が絡んできたりとかしますからね。らはい。それで中国の法法律は非常にわかりやすいそうです。 あそうですか <laughs> 独裁だもんもう関係ないもう共産党というか、<の>今は習近平国家主席の考えだけでしょ、うん、だって任期10年だったんだよ、一期5年で、二、ね、期10年、勝手に廃止しちゃったんだからね、はい、形は憲法改正だけどね、うん、それ言うとまた話がそれと困るんで、話を戻すとですね、うんはい、じゃあ今までの説明、理解していただいて、今分あ、39分です。うん